今日は桜の名所と知られる地元の公園に来ています。主にこちらの公園はバラ科の植物、イチョウの常葉種が植樹がされています。今ちょっと見てるんですけど、まだちょっと咲き始めにはまだ早い時期です。ちなみに大阪府の北部の公園の中です。主にこのような植物が